原理とは、哲学や数学において、学問的議論を展開するときにあらかじめ置かれるべき、原名。そこから、他のものが導き出され規定される資源。他を必要とせず、なおかつ他が必要とする、第一のものである。もともと古代ギリシャ語のローカイータールケーという語、概念があり、キケロがそれを、ラテン語に翻訳するときに、プリンキピアムプリンキピウムという語を当てたという。 プリンキピアムという語は、プリンシピウムという構造になっており、プリンは最初のという意味で、セピはシプスと同グループ、同義の語で、石などの意味を持つ言葉である。つまり、プリンキピアムは最初の石、最初に置かれる石といった意味の言葉である。このプリンキピアムなどの日本語訳として原理が当てられている。古代ギリシャ語のローカイイタール系は、 物事の根源を指した。アリストテレスはアルケイに関する先人たちの説に言及し、例えばタレースはアルケイを水とし、ヘラクレートスは火だとし、エンペドクレースは土、水、火、空気の四大からなるリゾーマタとし、アナクシマンドロスは、とアペーロンだとした、と説明した。エウクレイデスは数学を考理論的に示すにあたり、まず冒頭に前提として置かれる諸原理、 共通概念を配置しておいて、それに続いて様々な議論を展開した。数学においてはそうした。諸原理は、自明の真理とみなされるものもあったが、ただの出発点で、仮説的なものとされるものもあった。原理について、アリストテレスは突き詰めた探求を行い、存在論的原理と認識論的原理を認め、存在論的原理として神。 認識論的原理として、論理学のいくつかのものを採用した。アリストテレスは神を第一原因とも呼んだ。エウクレイデスのような数学者らは数学を、考理論的に制御して提示する際に、冒頭へ提示すべきものとして、定義、公順、考理などの諸原理を置いて、議論展開した。数学における原理は、自明なる真理、または単なる仮説的出発点とみなされた。 原理の哲学的研究を推し進めたのはアリストテレースで、例えば存在論的原理として神を認めた。また彼は認識論的原理として論理学上のいくつかの原理を定立した。他に諸学を始めるにあたって、それぞれの学問にふさわしい原理を立てた。中世のスコラ学は概ねアリストテレースの思考法を踏襲していると言える。 アリストテレンスの思考法へ批判の目が向けられたのは、ルネ・デカルトの著書、方法序説の中でである。デカルトは、思考する我の存在を第一原理として立てれば、不可疑の議論が展開されるとした。ゴッドフリート・ライプニッツは、デカルトの道見を認めつつ、我を思う、ゆえに、我がありを相対化し、連続の原理や、不可識別者同一の原理などの論理学、数学、 刑事上学などの諸原理を探求していった。哲学における原理を批判したのが、弁証法を強調するプラトーン、ヘーゲル、マルクスなどの思想家や、現象学的哲学の一般的態度である。古くはアルキメデスが、アルキメデスの原理を見出した。17世紀に、ブレイズ・パスカルが、密閉容器中の流体は、その容器の形に関係なく、ある一点に受けた。 単位面積あたりの圧力をそのままの強さで、流体の他のすべての部分に伝えると指摘し、これは、現在、パスカルの原理と呼ばれている。17世紀、ケンブリッジ大学には、プラトン主義を信奉する学者が多数いたが、その一人であるアイザック・バローの弟子となった、アイザック・ニュートンは、自然哲学の数学的諸原理を表し、高理論的に構築した、理論体系を示した。 これは結果として古典力学体系の骨格となった。18世紀から20世紀にかけて自然科学者たちは生命には無生物とは異なるバイタルプリンシプル生命原理があると考えるようになりこれが生物学の方向性を決めるものになった。ちょうどアイザック・ニュートンが数学的原理の上にニュートン力学という輝かしい体系を構築したように 観察によって生命原理を事実として受け入れ、それを出発点とする理論体系を構築しようと試みたのである。そして生命原理は自然法則の一つだと一般に考えられていた。誤解のないように言っておくと、当時の科学者たちはこうした考え方をニュートン力学同様に科学的な説であると考えていたのであり、主流の科学者たちがそう考えていたのである。 例えば現代人が高く評価する19世紀の実験生物学者パスツールも同様の考え方をしており発光という現象は生命体によってのみ可能だと考えていたのであるこの考え方が科学者らを生物研究へと駆り立てる原動力となっていたのである近年ではこれをバイタリズムというこの説を単なる忌まわしい説だったとし このような説から脱却することが生物学の誕生だった、などとする説というのは、20世紀半ばにクリックなどが、生物学で起きた事実を隠蔽するために語った、作り話が、科学者らの間で広まった通俗的な説であり、これは科学の世界で起きた本当の歴史を、全然踏まえておらず、偽物の歴史、真っ赤な嘘である。18世紀から19世紀頃には、 物質を実在と考え信奉し原理に据えようとするものが多かったが20世紀には物質は対物質によって消滅してしまうことがあると知られるようになり消滅してしまうことがあるようなものは根本原理には据えられないと考えられるようになり位置づけが低下したオストバルトラエネルゲティークは宇宙の根本は物質などといったいい加減なものではなくエネルギーだ と主張し、当時は科学界で一大勢力となり、主流のような位置づけにすらなっていた時期があったが、後に、彼らは、様々な経緯があって、排除、異端視されるようになり、自然科学史でも言及されることが減った。20世紀初頭にはアインシュタインが、いかなる座標形においても、物理法則は普遍であるとする相対性原理を、提唱した。同世紀半ばには、 不確定性原理が理解されるようになった。近年では自然科学で原理といってもある理論体系の出発点だけでなくより基本的な法則から導かれる副次的なものもある。科学の歴史をたどると決して根本的な事象から先に発見されていったわけではないため最初は根本原理だと考えられていたものが後になって そうでなかったと考えられるようになったものは多いので、ある。原理のほか法則、律など、慣習によって呼ばれ方は異なる。原理は、自然科学においても用いられることがある用語だが、かなりの拡大解釈を受け、機械の動作原理などというような用法でもしばしば、用いられている。上述のごとく、アリストテレスは、存在原理は、神とした。認識原理の方は、 心や認識の出発点のことである。近年では、唯心論における心、18から19世紀に流行した唯物論における物質、なども存在原理に分類されることがある。続く音が、ンの場合、プリンマイナスとし、母音の場合は、プリムマイナスとする。ラテン語、プリンキピアム及びそれに対応する現代西洋諸語。 英語プリンシプルなど、ここで言う、プラトニ主義というのは、世界というのはまず根本に、数的な世界があり、それこそが実在であって、我々の見ている、この世界は、それの不完全な写しである、と考える、哲学的な信念、形事上学的な信念、宗教的信条のこと。ルシャトリエの原理など、物質は、18世紀から19世紀頃には、 実在と考える信奉者の数が、やたらと増えたが、20世紀には、大物質によって消滅してしまうことがある、と知られるようになり、消滅してしまうことがあるようなものは、根本原理には据えられないと考えられるようになり、位置づけが、すっかり低下した。ABCD 岩波哲学思想辞典 P474、アリストテレス、刑事情学 A3 98、983ビット6。 ABCDEF 山口博之、人は生命を、どのように理解してきたか講談者。2011年ピアニッシュも、80から113平凡者。世界大百科事典、物質、熱力学の第一法則、第二法則、第三法則など。ありがとうございます。